はい、始まりました。シームスの池田です。大西です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、予告していた通り今回はこちらもう桜の満開のね、はい、スポットを3箇所紹介していきます。はい、はい、もうしかもね、穴場なんでね、もう来年ぜひ皆さんに行ってもらいたいなと思いますので、はい、それでは VTR をどうぞ。はい、まずやってきましたのが空港通り駅ことでのですね、その北にある辻堂池。辻堂池、はい、はい、すごく広い池なんですけど、はい、ここではなくその横にあるんですよ。あ、そうなんですね。はい、その横にある、わー、綺麗じゃないですか。公園、辻堂池公園っていうところを紹介します。めっちゃ桜が並んどる。はい、うわー、すごいですねこれ。はい、もうちょうど半分、これ全部桜の木です。あ、半分全部、はい、すごいなこれ。そうなんです。それでお花見できるな。そう、こんな感じでね、一本一本すごく大きいんですよ。そうですね、はい、うわ、そう、満開です。綺麗、これ、池を眺めながら。そうなんですよ。めっちゃ綺麗ですね、このめっちゃ綺麗です。あとね、もう公園なんで、もう下にレジャーシートを敷きながらね、はい、もうお弁当とか食べたりもできますし、いや、ほら、こういう感じで、あの桜のなんかトンネル、ほんまですね、を通ってるかのような桜トンネル、はい、そういう気分を味わえるというね。素晴らしいですねこれ。はい、ちなみにこれはあの僕の上司の方がおすすめと言ってたスポットですね。いや、これはおすすめですね。はい、すごく綺麗でした。圧巻ですね。はい、本当に、ほら、奥には池が、池が見えますね。はい、池が見えてすごく綺麗な。これまた池がまた綺麗ですね。そうなんですよ。はい、以上、辻堂池公園でした。はい、はい、続いて多比コミュニティセンターから少し東側に行ったひまがわ出水のところにある出水なんですね。はい、桜めっちゃ情緒あるじゃないですかこれ。はい、提灯もいい感じでね。そうなんですよ、その提灯なんですけど、はい、あの多比地区はその桜シーズンになると、はい、いろんなところで提灯が、はい、つけられてて、ライトアップを。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。これいいですね、夜ライトアップされたら。そうなんですよ。それで一番お気に入りの場所がここなんですけど、はい、ほら、こういう感じで水面鏡。なるほど、はい、を見ることができましてね、反射して。そうなんです。これまたライトアップされたら反射してまた綺麗そうですね。そうなんですよ。うわいい感じですね、これ夜楽しみやな。そうなんですよ。ちなみにこんな感じに行ってきたんですか。はい、へえ、いいですね。そしてその出水の横にあるこちらですね、はい、多比上町小公園。これ梅も咲いてますね。これそうなんですよ、梅と桜両方見ることができるというね。こちらもですね、もうほぼほぼ360度。うわ、めっちゃ囲まれてますね。はい、囲まれてる。これはもう多比コミュニティセンターの方がおすすめと言ってた公園です。はいはい、もうピンクなりね、赤なり白なり、もういっぺんにもう綺麗な花を見ることができるっていう。わ、取り囲まれてますねこれ。はい、すごく綺麗な公園でした。わ、はい、個人的に一番ですね。お、そうなんですね。続いて東谷コミュニティセンターの北側にある祇園さんに、はい、これ今私たちがいるところですね。今来てますね。はい、はい、こちらです。もうジブリのような世界観の、うん、これ多分3つの中ではもう一番穴場だと、はい、そうですね、はい、思いますね。これ聞き方もすごいややこしかったんで、はい、ちょっとここの祇園さんのこの道に関しては、はい、またちょっと別の動画で紹介した方が良さそうですね。そうですね、はい、別の機会に。それではもう大西さん紹介をお願いします。はい、またじゃあ動画で、別動画で解説しましょう。はい、うわー、綺麗ですね。はい、こういう感じで上からね、桜を眺めることができるというね、はい、これもまた魅力の一つですし、あと祇園さんは山の上、そうですね、ですよね、はい、はい、なのでもう高松 市内とかも見ながら、はい、こういう感じで桜を眺めれるはい、ということですので、穴場なので誰にもこう邪魔されずにね、はい、自分の時間、家族の時間楽しめる絶景スポットですね。はい、こういう感じで、お、本当に穴場でしたね、うん、ということで3箇所紹介しました。はい、はい、もうこの他にもね、多分穴場まだまだたくさんあると思いますので、もしよかったら皆さんコメント欄とかにね、もうこの
桜スポットいいよとか書いていただけたら嬉しいです。お願いします。はい、来年もぜひ行こうと思います。はい、それではまた次回の動画をお楽しみに。さよなら。